勝利おめでとうございます。ありがとうございます。どちらに転んでもおかしくない試合だったと思いますが、これが勝ち点3になりました。この勝ち点3の意味、どんなふうに捉えてますか？いやもう本当大きな3だと思います。もう最後まで諦めないで戦ってくれた選手たちの力だと思います。前半は新潟に持たれる時間帯も長かったと思いますが、後半に向けてどんな声をかけたんでしょうか？そうですね、まあ、ちょっとこう決定機も作られたので、まあ、そういうところを自分たちのやるべきことをもう一回整理して入りました。その中で生まれた同点ゴールは背後に抜けての武藤選手のゴールだったと思いますが、あれは狙い通りだったでしょうか？そうですね、はい、狙い通りです。最終盤にかけては菊池選手の見事な決勝ゴールがありました。あの点を振り返っていただけますか？まあ本当気持ちがこう乗り移ってたっていうか、みんなが最後まで諦めずにやってやろうっていう気持ちが、乗ったゴールかなと思います。連戦は続きますけれども、どんな点を次の試合に引き継いでいきたいでしょうか？まあ本当あんまり先を考えずに、目の前の試合に勝つことだけ集中して、やっていきたいなと思います。おめでとうございました。はい、ありがとうございます。